満塁で俺登場だぞ。もうだって俺しかいないからさ。はいはいはい。俺とあと左の森さんっていうね、すごい球の遅いピッチャーがいて。はい。あ、もうこれはもう俺しかいないじゃん。うん。ああ。え、気持ちどんな感じなんですか。はい、え？もうその時ちょっとメンタル的にはやばいやばいみたいな感じなんですか。やばいっていうのももう出たくないっていう。出たくないですよ、ね。俺三回から投げてんだぞ。ああ。ランナーが出るたびに俺ずっと作ってたんだぞ。ああ、なるほど。俺荒木さんより投げてるからね。実質で一番投げてるから。一番投げてる。じゃあもうね、違う、精神状態は、もう普通、尋常じゃないし。はい、はい。だけど、もう、そんなに緊張したか、しなかったのよ。ただ、不安は自分の成績がその93年はないから、はい、上がってきたばっかりだから、はい。打たれれば、俺二軍っていうのがあったから。ああ、もうそこのところだけだよね。で、なおかつ、そのもう、俺は抑えると自分で思ってないし、はい。はい。あの、やっちゃいけないことだけやらなければ、俺のせいじゃないなと思った。ああ、はいはい。うん、一番やっちゃいけないのは、みっともないのはフォアボールだよな、押し出し。はい、押し出し。押し出したいなら、もうこれさえしなければ、もう俺では、俺の、あれじゃない、せいではないと思ったから。はい。それが犠牲フライでもヒットでも全然いいわけよ。はい。はい。うん。もうそこだけ、やっちゃいけないことをやらないことだけ、俺は、ね、やらなければいいって、自分でもういい気がして。うん、でみんなは開き直っていけよ、開き直っていけよって言うけど、開き直れるかっていうところ。そうですよね。ああそうですね。で、だけど的確にすごい冷静だったのが、もう本当に間違いなく古田くんよ。古田くんが、冷静に、その、はい、なんちゅうの対策というか、作戦というか。はいはい。的確なアドバイスを俺にもくれた。マウンド上がった時なんて言われたんですか、古田さん。マウンド上がった時、はい。言うぞ。はい、お願いします。はい、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 はい。お願いします。はい、おい、成田逃げんだよ逆に緊張をほどいてくれたというかっていうことですかね。逃げんなよ。逃げよ。そんな、逃げんなよって、その前、俺のランナーじゃねえかね。内藤逃げんなよ。内藤、もうギャウスとかじゃなくて、内藤逃げんなよって言ったような気がするな。逃げんなよ。パウエルを向かって、に向かって逃げるっていうのはもうね、するなっていうことだと思うんだけど、だけどサインが俺、パウエル6球投げんのよ。はい。はい、はい。ね。6球投げんの。6球。覚えてはるんですね、球数も。はい。うん、おいいよね。野村スコープみたいな。野村スコープでいいんだけど、これパウエルさんね。パウエルに、はい、で、俺の中で最初記憶がさ、はい、あの、ボールから入ってるような感じしたんだけど、はい、ここで多分ストライク取ってんね、一球。もう内角。内角。もう、ほいで、うん。ほいで、二球目、まさかのここ。おぉ。デッドボールかと思った、はい、俺。ああ、はい、もうデッドボールってその時点で終わりですもんね。うん、ね。だけど、パウエル避けてくれたんだよね。ああ、なるほど。うん。で、古田君は構えるのはもうずっとインコースだったから、そう逃げんなよっていうところで。逃げんなよ。もう、アウトコースは一つもねえよ。かっこいい。で、3球目に、俺投げちゃいけないボール投げたんだけど、はい、まっすぐが沈むというね。はい。マホーク投げたんだけど、マホークでまっすぐなんだけど、ボールが沈んじゃったのよ。はいはい。ここの辺、このいいとこ投げたの。はい。俺、これがちょっと沈みながらさ、落ちてさ、はい、空振り取れたのよ。おー。これね、4球目にここ、高めのストライクゾーン、ボールから取れんだな。これ、これ、ファール。はい。もう1球投げたら、ここ行ったのよ。ここもファール。はいはい、全部インコース。はい、そうですね。で、6球目、どっか仕留めたいなと思ったんだけど、古田くんはもう、間違いなく、まっすぐインコースで、まあ、多分理想はこれだったと思う。はい、はい、はい。これちょっと、
ノムさん曰く、空振りゾーン行っちゃったんで。ああ、はい。6球目に。はい。そしたら、パウエル、空振り三振。へぇー。一番理想的。素晴らしい。これが、パウエルに対して6球投げて、全部インコースで、はい、まあ、古田くんが、はい、まあ、本当にね、もう逃げるなって言ったところの配球だった。すごい。うん。ほね、ネクストサークル。はい。はい。ね。まあ、来ましたよ。次が。一番怖いじゃないですか。怖いし。初の1億円。当時は2億円持ってたんだ。はいはい。その豆情報面白いですね。当時2億円。当時2億円。そう。これで、その時さ、なんか知んないけどさ、一回一回タイムがかけられたんだよ。今はダメでしょ。今ダメなんだよ。今なかった時間短縮で。回数が限られてるね。はい。うん。コースもね、だって15回すらそもそもないですもんね。もう今やったら延長。そうないないない。12回ですね。なおかつ、はい、延長15回再試合だね。ああ。これで、古田くんは、その落合さん迎えたときに、おギャオス、その時はギャオスだったと思うんだけど。ちょっと落ち着いてますね。お全然違うよ、全然違う。全然違って、おギャオス、ストライク何で取れるって言うから、何でもいいっすよつって。おぉ、おぉ、わかったつって。っていう感じ。来た。来ました。落合さん。落合さん。その、もう、ね、お、何でもいいぞ、分かったって、どんな配球かなって思った瞬間に、後ろからさ、はい、なんかちょっかいかける人が来たんだよ。はい、はい、はい。木山先輩。先輩。木山先輩、声かけたんですね。おぉ、木山先輩、おい、相手2億円だから頑張れよって。だから2億円って覚えてんだよ。それで。ね、いい雰囲気っすね。なんか、その、やりとりも、マウンドとかの。面白い。そんなに。面白いっすね。だけどさ、後で考えたらさ、広沢さんファーストを守ってんのにさ、広沢さん来てくんなかったんだよ。で、サードがハウエルでしょ、うん、はい。で、セカンドがハドラだったんだよ。ああ、レックスハドラ。うん。だからさ、二人はさ、外国人だから、日本語喋れないから、俺とも、まあ、はい、当然だけど。はいはい。広沢さん来てもよかったよな。おもろいですね。来なかったんですね、広沢さん。来ない。広沢さん来なかったんだよ。まあ、声をかけちゃいけないっていうね。まあ、だから、福田くんが来たり、池山さんが来たり、まあ、最小人数が行く方がっていうとこじゃないかと思うんだよね。さあ、で、何でもストライクを取っていいでっていうね。ところで、落合さん迎えるわけだけど。はい。そしたらいきなりさ、古田くんとノムさんが編み出した初球からフォーク攻撃だったから。はいはいはい。はいはいはい。うん。まあだけど変なとこ投げなくなかったからさ、まあちょっと甘いとこでいいかなと思ったから、俺本当に、この辺に投げた真ん中。はいはい、はい、はいはいはい。さあ、そう、ど真ん中を落合さん見逃してくれたんだよ。はいはいはい。多分ね、それは、これを目の前で目の当たりしてるからだ。パウエルをまっすぐ攻撃してるからさ。はいはい。この迷いってあるでしょ。だって目の前でパウエルがインコース投げさせられて、はい、それを見て、フォークと甘いやろっていう。はい。これはごめん、落合さんから俺話を聞いてないんだけども。はい。うん。だから初球ど真ん中フォークを簡単に見逃してくれたの。はいはいはい。そう。ほんで、2球目もフォークのサインが出て、はい、あまりにも甘いから、はい、ね、いいとこ投げようと思うじゃん。はい、それがさ、もう全然ベースの前でワンバンしたのよ。はいはい、怖い。はい、怖い。はい、古田君もビデオ見たらこうやって本当に前にこうやって、はい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 。つんのめってフォークボールを抑えるみたいな、ね、はい、ランナーいるから。だけど全然古田君も簡単に取ってたけど、はい、ここにもう、ここに投げたの、本当に。フォークボールを。言葉悪いけど、クソボールよ。はい、はい、はい、はい。そしたら、落合さん、これを空振りしたんだよ。これを空振りしたんだぜ。はあはあ、それじゃあもう、ツーストライクじゃん。
はい。はい、はい。うん。ほいじゃ、じゃあもう古田くんがもうフォークボール投げようぜ、つって。ほいじゃ、3球、3球目、またここに。はいはい。ちょっと甘めのとこ。甘い。ちょうど真ん中だよ。はい。もう古田くんすぐグラブ下げたからね。落合さんがこれ3球三振なんだよ。ねえ、すごくない？フォーク。すごく。だけどね、今でも覚えてるけど、その落合さんの決め手入った時に、俺何かさ、俺が間を取ったのね。普通バッターがもう、ちょっともうね、考えるよね。間を欲しいからつって、バッターがタイムかけたりするじゃん。はい。俺がかけた。ええー。ひょっとしたらフォークボールの握りバレてんじゃねえかなと思って、バタバタ外して、よし、決めるぞと思ったら結局投げたらど真ん中なんだけど、落合さんもうびっくりともしなかった。もう投げられた瞬間もう体動かなかったんじゃないかな。おい、録音停止しちゃったぞ。携帯からです、これ。あ、そうですね。ごめんなさい、パソコンが固まっちゃって。大丈夫？話続けていい？はい、お願いします。お願いします。そう。見れてる。そう、だから、その時さ、本当に、俺の間は何だったんだろうなって自分でも思うんだけど。はい。その前に、その状況を楽しんでる俺がいた。へぇー。うん。さあ、そして3人目。3人目。ファミコンだと、ピコのかな。いや、そうですね。ミスターやとそうですね。うん。で、その前に、恒例のごとく、古田。で、まあ、古田くんがまた俺のとこ来て、ヒコの向かいに当たって。で、おぎょうす、スライダーはボールのサイン出すから、ボール投げてくれよなっていうのが。はい、はい。あ、はい、はい、ミーティングそこで。はい、はい、わかりました。というミーティングだったのね、古田君。はい、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 うん。スライダーはストライクには入れるなよ、と。はい、そうそうそう。ね。大丈夫？はい、大丈夫です。彦野さん迎えたときに、はい、最初右バッターだから、はい、アウトコースのまっすぐをここに、ボンって簡単に決めました。はい。1球目。で、今度2球目、その、スライダーをボールにしろというボールのスライダーボールだった。はいはいはい。ね。ミーティングで言ってた。はい。そう。で、今度は、このスライダーを、今度ストライクに入れろスライダーのサインが出た。おお。マジで。細かいサイン。ものすごいピッチャーやろ、これ。この言う通り投げられる俺がいたんだよね。すごいっすね。うん。ほんで、ここ、今度、ここ、ストライク。カウント2エンド1。いいとこ決まってますね。そう、決めたんだ。が、しかし、ここからだよ。大事。はい。フォークボールがどうしても、ここ行っちゃうんだよ。どうしても真ん中に。めっちゃ真ん中。ど真ん中っすよ。4球目、確か、これ大ファールだったかな。ごめん、どっちかなんだけど。こう2球ここに投げんだけど、方向を決めに行ってんだけどさ、ど真ん中2球いっちゃうんだよ。1球、一個は大ファール。1個は自打球。もう古田君もね、これ投げるとこねえやっていう思ったと思うんだよね。はい、はい、はい。ほんで、古田君はここで冷静になって、スライダーをボールにしろ、ボールを要求したの。おー、一番最初に言ってた。はい。6球目かな。はい。ここにまたもう1球、ここにスライダーをボールにしろって。はい。うん。ほいだ、ここ、はい、ボールにしました。カウントは2エンド2。さあ、ここで皆さん問題です。はい。最後のボールは何だったでしょうかっていうボールだ。おうん。ね、ヒントは、フォークは真ん中に行っちゃうっていう。ああ、なるほど。フォークは真ん中に行っちゃう。真ん中に行っちゃう。そう。さあ、皆さんも答え、はい、よかったら答えてください。これ難しい。難しいですけど。意外ですか？うん。あのね、ミーティング通り。
あのミーティングっていうか、ノムさんの、これはノムさんのミーティング通り。なるほど。野村さんの、なんか、口癖っていうか、もう、困ったら、っていうところですよね。わあ、あれ、わかりました。わかりました。ノム、島が、そればっかりやるから。はい。怒られたとかいうぐらい、ノムさんがよ、口酸っぱく言うとこのやつですよね。そう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 。そこの練習をしろ、みたいな。おおそうだな。だから最終的にはそこじゃん。はい。はい。だからもう古田くんもこれで打たれたらしゃあないっていうところさ。なるほど。はい、なるほど。はい。そうだよね。みんなも、島くんも怒られたんかな。はい。ね、ピッチャーは困ったら、やはり僕右ピッチャーだから、アウトローだよね。はいはい、アウトローですね。はい。望月さんはアウトローストレートって書いてますね。うん。そう。アウトローストレートに、もう古田くんも俺も、だってもう2-3にしたらさ、俺も無理だと思ったもん。俺の中でももう本当に決めたいとは思う。なるほど。うん。通算したらもうちょっと、あの、ピッチャーの基本的にはもうめげるから。ああ。うん。だから、ごめん。俺の感覚としてはちょっと低いかなと思ったんだけど、はい、もう、あれはストライクよ。で、俺に味方してたのは、審判さ、福井さんっていう方で、はい、最後の外に出してたプロテクターを最後の最後までしてた人なのね。はい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 。背番号は24番で。そうなんですね。あ、いつも声かい、あ、背番号一緒だなっつって。そう。で、福井さんのさ、好きなところ、あの、低めのボールなのよ。あ、低めを。低めを取ってくれる審判だった。はい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 。うん。それで、あ、ちょっと低いかなと思ったんだけど、福井さんは自信持ってしとらんやっていう試合。いや、すごいっすね。すごい。奇跡的によ。はい。ね。これ初めて、俺も、あの、ネットとかいろいろやってるけど。はい。その時のボールがあります。すごっ。本当に。すごい。すごくない？いや、めっちゃすごいです。あ、書いてますね、落合。俺の汚い字で書いてんだけど。ああ。まあ、これ誰かが入れてくれたんだけど、これに。はいはいはい。ああ。平成5年。ほんまに。平成5年。平成5年。困った時に投げたボールが、すごいっすね。延長15回2対2引き分け。うわぁ。叫びました、この時は。これね、俺あの、口の中カラカラで。叫べなかったんすね。いや、吠えたけど、声にならんかったよ。ギャンさん、今僕の携帯の方に、あの、作家の長谷川翔一さんから連絡来まして。お、長谷川さん。おギャオさん、三者三振の後、謙遜して、まぐれでです。まぐれです。みたいなを言った、みたいな。うん。まぐれやろ。でも、ノムさんは全てのボールに根拠があった。決してまぐれではないと。大絶賛っていう。ああ、そう。俺的にはまぐれなんだけども、はい、ただ一つ言えるのは、間違いなく古田くんの言う通りに投げられたのはもう間違いないんだよね。ああ。うん。俺の、その、配球の根拠は、ごめん、一つもない。ああ、古田さん。古田くんの、の配球は根拠はもうすべてあったと思う。だから、古田くんとノブさんが合致してればいいわけだ。はい。ああ、うん。そう。俺はその言う通り。答えれたっていうことですよね。うん。ただ、フォークは真ん中よ。いや、めっちゃいい話聞けました。めっちゃいい話です。めっちゃいい話。ありがとうございます。